ジャンピエール・シュベーヌマン・ジョルジュ・サール党首、パリ、2005年11月19日、共和国市民運動は、国家主権主義を掲げるフランスの左派政党である。略称は、MRC。社会党の創立者の一人、ジャンピエール・シュベーヌマンが社会党を離党して、1993年5月に、作った、新党、市民運動が前進。 1993年から2001年まで、シュベーヌマンが党首を務めた。1997年6月の国民議会議員選挙では7議席を獲得し、リオネル・ジョスパン・サハ連立内閣に参加し、シュベーヌマンは1997年6月4日、内務大臣に任命された。しかし、2000年には、コルシカ党のナショナリズムの運動を、 ジョスパン内閣が容認したことに反発して、同年8月29日にシュベーヌマンは内省を辞職し、連立から離脱した。そして、ジョスパンに対抗する形で、シュベーヌマンは2002年フランス大統領選挙に出馬した。共和国市民運動は市民運動が母体となって2003年1月下旬に新たに結成された。左翼であると同時に国家主権主義。 共和主義を基本理念にしていることから、欧州統合には反対の立場をとり、反米、反多反グローバリズムを掲げている。原発には賛成の立場で、湾岸戦争、イラク戦争に反対した。1935年11月26日生まれのジョルジュサールが2004年12月から同党第一、初期につき、シュベーヌマンは名誉と首の座にある。 サールは1995年3月からパリ第11区,区長を務めていて、1981年の総選挙で初当選してから、1986年に一度落選するも、2002年6月の総選挙で落選するまで国民議会議員を務めた。2007年6月の国民議会議員選挙では577選挙区のうち、約60選挙区に公認候補を立て、 そのうち40候補が社会党の支持を取り付けたが当選したのはわずかに1名だった。共和国市民運動には現在上院議員が1人、下院議員が1人所属する。ありがとうございます。